その昔、ザナドゥを繁栄へと導いた二つの力、白魔法ホワイトエクスティと黒魔法ダークガーディン。しかし互いのエクスティパワーのバランスが崩れた時、ザナドゥは再び血に染まった修羅の国と化してしまった。所詮楽園とは砂の上に築いた城なのだろうか。かつての陥落宮ザナドゥの面影を忍ばせているのはもうここリムスティックだけ。レイクスウォル卿、ザナドゥを影から支える重心の身でありながら許せない。王宮を破壊し、王閣爵のクリスタルを奪い、私の父デュフォンデ・ダール・ブライレントさえも。クリスタルの力によってダークガーディンの先鋭要塞が長い眠りから覚める日も近い。何としてもレイクスウォールの野望を打ち砕かなくては。でも私たちホワイトエクスティは争いごとに関わらないのが掟。まして相手は邪悪な黒魔法を使う者たち。とても勝ち目はない。このままではザナドゥは闇に支配され、人々に約束されるのは恐怖と苦悩とわずかばかりの生のみ。どうすればいいの？